メリークリスマス。皆さん素敵なクリスマスを過ごしておりますか？わしはね、今日道具の整理に来ました。今年1年ね、いい時も悪い時も一緒に釣りしてくれた相棒たちをね、感謝の気持ちを込めて整理整頓お片付けしていきたいと思います。それではスタート。はい、これがね、今わしが使いよるロッドたちだね。全部で何本か11本あるのかな。まあ多いと取るか少ないと取るか、まあ釣り線人から見たらこんなにいるっていう感じなんだけど、釣り好きな方はね、あれ意外と少ないんかなっていう感じはあるかもしれんですね。さあ、じゃあこっちの4本はね、オフショアロッド、ボートで使う竿ね。でね、この4本、なんでわしが選んどるかっていうと、この4本あればね、瀬戸内、まあ、日本海山陰の近海エリアなんかでほとんど対応できるクラスのロッドというね、イメージ、感覚ね、わしの個人的な感覚で揃えてます。例えばボートシーバスロッド、これはね、まあシーバス用なんだけど、サワラとかハマチとかのキャスティングでも使えます。でおかっぱりでね、使うこともあります。これバス釣りとかで使うことがあります。それからこれね、これはライトジギングロッド。ライトジギングロッドはこれもね、ブリ、サワラ投げても釣れますし、縦の釣りね、真下に落として巻いてきたりしゃくってきたりっていう釣りに使う。これもオールラウンドですね。それからタイラバロッドね、はい、ML ちょっとね固めを使ってます。これも、平らばだけじゃなくて、ベイトのね、例えばロックフィッシュとか、あとは、深場のねメバルとかね、そういうのでも使えます。あとはキス釣りとかね、そういうのでも使えます。平らばロッドなんだけど、平らば以外にもまあ、ベイトタックルの釣り全般に使えるタイラバロッドは便利ですね。で最後これはね、一番太い竿ですね。オーシャンキャスティング、これはね大きいルアーとか投げる、用のロッドなんだけど、これでもね、縦の釣りもできますね。当然ブリとかね、ヒラマサ取れます。これで、この4本ね、割と、使い回しが効く4本になってます。はい、じゃあ続いてこっちね、おかっぱり、おかっぱりっていうのは陸からね、丘から投げて使うロッドですね。7本、こっちもちょっと紹介していきましょう。これトリプルクロス732アジ S732 ね、ソリッドティップの S です。これは、普通の竿と違ってソリッドティップ、白くなってますね。こっちは黒い
先端が黒いんですけど、こっちはね先端が白、中がね詰まってますね。普通チューブラーっていうこっちのねこういうロッドは中がね空洞、中空になってます。これはね一般的なロッドはチューブラーで、ソリッドティップっていうのはまあまあ繊細な当たりをね、小さいかすかな当たりを捉えるのには特化しているソリッドティップねになってます。732 7フィート31、長めを使うのは、軽いルアーをね少しでも遠くに飛ばしたいんで長めを使います。でこれエギング GR2、 これだけね唯一メジャークラフトじゃなくてリアルメソッド、高宮さんね、釣り具のポイントっていうお店のオリジナルブランド、これだけねちょっとすごい思い出のある思い出深いロッドなんで、これだけ、メジャークラフトじゃないロッドを使ってますね。でこれもね89、ちょっと長めです。エギングロッドね83とか86が多いんですけど、これも飛距離が出るように89を使ってます。でこれもねちっちゃい 10g ぐらいのジグを使ってね、遊んだりチーニングなんかでも使えます。チーニングでも使ったりしてますね。それからこれはサーフ、1002サーフですね。これはねオールラウンドロッドです。ヒラメマゴチのサーフロッドなんですけど、シーバスでも使うし、これね10から45グラム、30グラム、20グラムぐらいの、スーパーライトショアジギング、そんなのにも使います。はい、これはクロスライド 1002MH ショアジギングロッドね、ブリ、サワラ、ヒラマサ、そんなやつ。これはね過去の動画で紹介してますんでよかったら見てください。でこれはねバスロッド、スピードスタイル、オーバーセブン 762MH、 これもね、バスロッドとしては長いです。ベイトタックルなんですが、バスロッドね6フィート台が多いんですけど、やっぱりね飛距離が欲しいということで、あとはね海でも使うということで76、カサゴとかねおかっぱりのアコウとかロックフィッシュで使ったり、これもベイトシーバスで使ったり、これもね幅広く使える万能ですね。ベイトの万能ロッドです。でこっちの2本は振り出しロッドね、前回バイクのツーリングね釣れなかったツーリング企画で使った 76ML、 それからこっちはねバスパラ、これとね同じソルパラが海用、バスパラっていうのはバス用なんだけど、こっちもね海でも全然使えます。ツーリングでシーバスとかねそういうのでも使えます。 H はヘビーの H ね、だいぶ固めなんですが、大きいルアーまでね対応できるようにこっちを使ってます。こいつはねしまいすん、短いです。すごく短い、たったこんだけしかないんで、見えるかな、こんだけです。バイクのねホームセンターの箱にも入る便利な振り出しロッドです。だからこのソルパラ海用なんだけど、これもねライトゲームにも使えるし、これでねバスもやってます。ツーリングでバス行くときはこれでジグヘッドとかライトキャロとかね、使えます。
非常にこれも守備範囲が広いロッドですね。はい、次こちらねリールたちですね、ほとんど台場です。1,2,3,4,5,6,7,8台、8台ありますね。から1個ここにね壊れてるやつが入ってるんですけど、まあ、壊れてる、まあ、使えなくはないんだけどね、ちょっとまあ調子が今良くないって。これがねアブガルシア、これまあチニングとか、ライトゲームとか2500で使ってますね。これねスプールがもう一個標準でついてきてるんで、ラインの交換がすぐできたりしてね、意外と便利。あとはほとんど台輪ですね。これは4000番、カルディアね、4000番サーフゲームライトジギング、1号が200m 入ってます。ショアジギング用のブラスト LT5000、 200m、 じゃあ2号が 300m 入ってますね。アジングメバリング用のフリームス2000、 PE の 0.35 ですね。これがね、これはね日本では売ってないやつなのかな、エクセラー LT。 日本で売ってるやつだと何になるんだろう、レガリスとかね、そういうやつかな。これはワゴンセールで買いました。これねバスで使ってます。からベイトリールタトゥーラ SVTW、これね、ベイトリールですね。これはまあバス釣りで使うんですけど、あとはねロックフィッシュとかで、今フロロのラインが入ってますけど、海で使うときは PE に巻き替えて使います。でこれ、タイラバーとかで使うね、これね安いやつ、リアルメソッドさん、これもね高宮釣り具のポイントのオリジナルブランドの安いやつなんだけど、アレグリア SW、 すごいねリーズナブルなんだけど、普通に使えます。大きいタイもね取れましたし、意外と頼れるリールです。こんな感じですね。はい、こんな感じでね、ロッドは今ある中の1本だけがね、高宮さんのリアルメソッドなんだけど、あとは全部メジャークラフトさんね、コスパがすごく高いですね。いいロッドがいっぱい出てます。からリールもね台は、フリームスがね意外と多いかな、割と多いですね。これもねリーズナブルなんだけど、一昔前のもうハイエンドモデルに近いぐらいのね性能があります。巻き感も滑らかだし、軽くなってね LT になって軽くなりましたね。お値段もお求めやすいですしね、ですごくいいです。番手もいっぱい揃ってますしね。こんな感じで特にねハイスペックなものを揃えているというわけではないです。わしは、一般的なね庶民派なんで、割とリーズナブルなもので、いろいろね使い回しができるような道具を揃えているつもりです。はい、じゃあ続いてね、各種類のルアーたちが収められているボックスたちだね。もうねあんまりね収納とか片付けが得意じゃないんで、結構ねごちゃごちゃ放り込んであります。これね、1年間いろいろ楽しませてもらったんで、これも片付けていきたいと思います。さあ、じゃあこれがね、バス用のボックスね、この中にバスルアーが入ってます。ブラストボーン、ダウズスイマー、ね、ブラストボーンジュニア、これはチビタレル、ね、ジョイント系のルアーが、大きめのジョイントが私は大好きです。で、あとは下はね、ワームたちだね。ね。
この鉄板、フリックシェイク。から、リズムウェーブから、お気に入りはね、この赤掛けシリーズ、カバークロー。もうジャッカルばっかりね。あとは、これも好き。これは一世。ギルフラット。ね、こういうやつ。リズムグラ、ワームたちが入ってます。ジャッカルと一世ばっかりですね。バスに関しては。